崩壊降臨。スイッチ。ふっ。はっ。やっ。はっ。はっ。スイッチ。はっ。はっ。スイッチ。はっ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 。やっ。は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 っ。やっはっやっはっやっは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 っThank you.
キアナ少尉、ニュージーランドに到着したわね。それじゃ任務の説明を始めるわ。ちょっと待ってよ、この前の幽霊戦艦の解析結果が気になるんだけど。キアナ、任務の遂行を優先しなさい。悪いニュースがあるわ。昨日ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で、デザイアジェムも崩壊の発生と同時になくなったわ。幸いハイペリオンの探索装置でデザイアジェムの位置は特定できるの。できるだけ早くそのジェムを回収してきなさい。姫子、デザイアジェムって一体何なの？14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの1つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア支部で保管されていたわ。私が知っているのは以上。そういうことなら急いで回収しに行こう。キアナちゃん、姫子少佐からあなたが幽霊戦艦のこと気にしてたって聞いたよ。現在の解析結果を教えてあげようって。おばさんじゃなくてテレサちゃん、かわいい。今なんて言った？まあいいわ。分析結果によると、あの戦艦はそれまで完全に起動されていなかった。全部で24機ある反重力エンジンのうち、動いていたのは1機だけ。武器システムは全てフリーズ状態。艦載武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉の限界出力は1380崩壊ワット。そしてムーンライトスローンの崩壊炉の限界出力は12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。それってリツシャ？その通り。長空市で観測された第三律者がハイペリオンを撃破した時放った一撃、その崩壊エネルギーは3200崩壊ワット。だからあの戦艦を完全に起動するには律者のエネルギーを必要とする。それも4人よ。胸の中の声も鍵が4本って言ってたような。ザコルム、弱き者どもどこに隠れていや。せいはっはっはっ役に立たない。学園長、デザイアジェムは一体どこから来たものなんですか？永久バルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。好奇心は猫を殺すっていうの？それでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ学園長を脅迫してでも真相を知らねばなりません。仕方ないわね。教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む4つのジェムの起源は全て同じ。14年前ってまさか第二律者と関係が？そうよ。14年前に第二律者がシベリア全体を多数空間に爆発。
本土。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで戦死したの。 S 級バルキリーのセシリアでさえも第二律師を倒せなかった。しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律者を倒せたのですか？そしてデザイアジェムと一体どんな関係が？第二律者との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分をしてセシリアと共に一心退したかった。でも夫おじい様に止められた。オットー大司教。そうよ、あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで崩壊核分裂ミサイルで第二律師を攻撃せよと命令を受けた。崩壊核分裂ミサイル、一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるが、爆発した地区の汚染が深刻になる兵器ですよ。ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙をつき自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。その後律者のコアが砕けて4つのジェムになったの。デザイアジェムは律者のコアの一部分だったのですね。その通りだけど、ジェムを回収するときに事件が起きた。14年前、私の部隊に第二律者の亡骸を回収しに向かったとき見つけたのが4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持ってて、ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったのがその時が初めてだったの。そして彼らの目的が第二律者だった。しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったのですか？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら私は第二律者の亡骸とジェムを一つだけ引き渡した。そして見つけたのはこれで全部だと嘘をついたの。ババに行く気が来た。クズクズではない役に立たない。観測装置に表示されているのはここね。でも何も見えないわね。メイ姉様、待ってください。どうしたのブローネちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。危ないから急いで助けないと。ザコどもはっはっやっはっ。役に立たないもの。役に立たないもの。目標を発見したようね。私たちのターゲットってデザイアチームでは見つかったのは女の子。オセアニア支部からの情報によるとその子がデザイアジェム。あの、私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験でデザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そ
そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたヴァルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのに、でも残念なことに彼女にはその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって、どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。つまり天命は結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと。やりすぎだわ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ19C。 これはロボット。重装ウサギ19C、 ウェンディを乗せてください。え、飛び上がった。すごい、ブローニャちゃんのロボットがこんなこともできるなんて。キアナはお断りです。美しい景色ね。墓場にちょうどいい。せいはっはっせいはっやっはっはっやっはっやっはっせいはっやっ。神の武器はガラクタばかりだ。やっ。崩壊後4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？あのブローニャお姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのモモにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔、とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが、最終的にこの外骨格装甲のおかげで歩行能力が回復しました。すごい！私もいつか治るってこと？自由に歩いて空を飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セーフレイヤー学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したら、ウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう、本当に優しいのね。ジングル、お前っ口ほどに、やっせいはっ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 ここは譲れないわ。せっかくてせえ、私の番でせっせっせいせっせっせいせっかくはっやはっせいせっせっせいせっせっはっせ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 いせっせっどうしたの？ブローニャが来るなんて本当に珍しいわね。姫
姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから、取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。ヴァルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと、それが私の。まったくもうご飯を。ステップステップステイステップハッステイ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 ステ
やせいやせいやうっやっはっうっはっ人類の武器はガラクタばかり。崩壊庫。ウェンディ飛んでっちゃった。今は情報を早く本部に報告し、 S 級バルキリーを出動させて彼女を。ドローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは密者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるわ。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的にキアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級バルキリンが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。口ほどにもない。やっせいはっふっはっやっやっほー。そんな小銭別にいらないもん。わかったわかった。ロクト&ローデット。ふっはっはっふっでも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級バルキリーがもう出発していること。 S 級バルキリーが？何でもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級バルキリーはデュランダルよ。黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っているわ。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。何ぼーっとしてるの艦長。もう一つ悪いんです。天命の衛星によるとついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。現在位置は不明とのことよ。空中戦艦？まさかネゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。ネゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。ヒアナ、今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロフィーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとくれば分かるよ。Thank you.
は見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。ああもう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長、 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。ネゲンタロピーの通信システムは進んでいるから、実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど、 S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。やられたらやり返す。崩壊庫。ウェンディ、やっと見つけた。どうして追いかけてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに、まさか私を倒せるなんて思ってるの？ウェンディちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部から S 級バルキリーが捕まえに来るし、レゲントロピーの部隊も到着しちゃう。 S 級バルキリー、いつ者に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと、いいわ、試させてもらう。私の力が S 級バルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんて、さっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。フローニャお姉ちゃんを悲しませたくないから、あなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。人類、お前たちにこの世界はもったいない。せっかく手段を選ばない。せやせっかくせいせいせっ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 せいせっせっせっせいせいせっ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 。先ほどユランダルと通話したよ。どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので、さすがは正直者で有名なバルキリー。仕方ないよ、全てはティアナたちの時間稼ぎなので。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、ユランダルは少なくとも私たちの友軍なのですが。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどのみちネゲントロピーを討伐するから、ユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。
何せあのデュランダルは化け物なんだから。すごい、テレサちゃん愛してる。それはそうと、早くウェンディを見つけないと。エスキューバルキリーと会えなくて内心ちょっと残念だけどね。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうの？訓練で死ぬってどういうこと？この世に本物の変態がいるとしたら、彼女の一人、懸命にいる3人のエスキューバルキリーのうち2人は驚異的なテンプの才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名のエスキューバルキリーが1回でできることを、彼女は10回も20回もやらないと見つかない。それを100回やるのが彼女よ。でも彼女が一般人なら100回やっても無意味でしょう。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから、努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だと彼女に伝えれば、彼女はきっと毎日26時間勉強させるだろうね。問題を出し続け、あなたに試験の要点を覚えるまで模擬試験をさせるだろう。そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。何にせよ私はテキストを見るだけでこの世界に生まれたことを後悔するんだから。了解です艦長。女の子にこんなことして。セッ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 、じゃないの？そこまで親密じゃないの？その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないの。前に話したでしょ、あのエスキューバルキリーが変態レベルの真面目だって。うん、その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと休んだだけで半日ほど説教されたよ。聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんなの？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。ここは譲れないわ。ちょっと不安かも。Step!
どうしたの？ヒランデルからもうネゲントロピー部隊を撃退したって通信が入ったのよ。さすがは S 級バルキリーです。私にだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたのかと聞かれたよ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明を考えないと。さもなければ、さもなければ、まだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日お説教されるよ。うん、でも私には関係ないと思います。逃げ切ったと思うのか、姫でしょうか。学園長、一つ思いつきました。天命組織内にネゲントロピーのスパイがいて、位置情報を漏らしたというのはどうでしょう。ダメ、それじゃあ天命内部が混乱しちゃう。ブローニャの案は、ネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされたというもの。かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには、今回のネゲントロピー部隊では戦力が足りなすぎる。じゃあやっぱり私のアイディアで、デュランダル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからネゲントロピーの部隊はただの観光に来てて、偶然デュランダルと出くわしちゃったんだって言えば通るよ。そんな口実、わらじ虫でさえ信じないわよ。いや、いけるかも。ファンタジーっぽいものの、明らかに論理の破綻がない。試してみよう。どうでした、学院長、うまくいきました？信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。Yeah.